ラグビーリーグワン、静岡ブルーレブズは今日、五郎丸歩さんが CRO を退任すると発表しました。今日袋井市で開かれたファンとの交流イベントの中で五郎丸さんは、今月30日をもって CRO を退任しクラブを離れることを発表しました。五郎丸さんは2021年に現役を引退後、ヤマハ発動機ジュビロがプロクラブ化した静岡ブルーレブズの運営に携わり、新たなラグビーファンの獲得に力を注いできました。退任後は新たに県内を拠点とした地域振興事業に挑戦するということです。